さあ本日も皆さんとお話ししていきましょう。はいはい、今回は第3に向けてなんですけど、もう12月下旬に差し掛かったということで、はい、もうすぐお正月ですよという。一回第3にそういうお知らせということですね。それを伝えるってことですね。もうあと数日でとりあえず今年は終わるという、12月終わるということをね。そうか、第3とかどういうふうに計算してるのかな。もう年越しましたバーンっていうイメージなのかな、それともなんかあるのかな。じゃあその辺も含めてだからちょっと第3たちに教えてもらえたらなっていう。教えてるから俺はそうやって。僕らのやつは撮影公開日を、例えばクリスマスの動画をクリスマスに公開するために撮影はもっと手前にタイムラグがあるんですよ。だから実際にここで皆さんと撮影する、例えばクリスマスを撮影するときはクリスマスではないんで、そういうふうな感じで。だからこれもちょっと過ぎてしまってますけど、多分公開がね。だからちょっとその辺も。でも多分別に今までずっとそれでやってきて、それに関してどういうお返事もなかったから、なんで当日にしないんだっていうのをせっちゃんたちにとか第3にも言われたことがないんで、多分そこは関係ないんだろうなと思うんで。実質関係ないでしょ、正味。俺らがこうしよう、こういうイベントしようってなったら、もうそれがそれないな、その日がそれないな気持ちなのかなっていうのがあるんで。ただ一応もう12月も終わるが近づいてるということをお知らせして、第3のお気持ちもちょっと聞きたいなというのと、その気持ち次第でね、年越しにどうしてもやってくれっていうんだったら、今回教えてもらえれば準備しますしっていうですね。ちょっとそれを聞いてお伝えしましょうと。それではいつも通り撮影します。さあ、セッティング完了しました。僕はせっちゃん、手前第3、真ん中声が人形、そしてよしこさんです。質問というかメッセージというか、12月もう下旬なので、もうすぐですよというお知らせですね。第3的に、今どういう心境なのかとかね、あと何かしてほしいとか、最後にこれをみたいなのがあれば、教えてもらえればなと思いますね。聞いてみましょう。これがね、ちょっと見せますよ、今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでください、これ。いや、これ通りたくねえわ、こんなん、おい。おお、やばいやばいやばい。これはいいな。